西名正樹で、西名正樹と申します。準レギュラーの俊二くん、今日は、リモートでご自宅の方からお届けですが、そしてなんとなんと、この画面をパッと見てわかりますか？うちの健太さんです。どうも、うちの健太です。いやいや、てっちゃん何それ何それ、久世哲平って書いてある。それ何なん？去年か一昨年、最近出たなんかグッズみたいでね。なんで君そんなん持ってんの？俺ら持ってないけど。ファンの人がくれた。はぁ、あ、俺のがあるってことは多分もちろん2人のもあるんだよ。いや、これで俺ら2人のなかったら笑うやろまあね、まあ、僕のチャンネルを見てくれている方は 100% わかると思いますが、うちの健太くんはウルトラマンメイビウスで久世哲平役をやってました。あ、うん、てっちゃん久しぶりじゃない？久しぶりですよ。いや、この3人、ね、この3人がだって1個の画面に映るのって何年ぶりよ。わかんない、下手したら初めてなんじゃない？いやいや、本編ではある。っていうことあったかな。本編ではあるでしょ。この3人？うん。あるかな？結構レアな組み合わせだよ。3人だけっていうのは？そう。ああ、まあ3人だけっていうのがレアか。そう。エピラスの回とかでもずっと俺と未来だけとか。まあでもさ、基本ほら、2人がイチャイチャしてるっていう話だから。やめろ、それを。でもあれ、そんなつもりじゃなかったらしいよ。うん、いやいや、見て聞いたけ、あの回見て本当思って言おうと思ってたんだけど、もちろん台本にするのはきっかけはあっても、あれ違うからね。みんながそうさせてたんじゃなくて、二人がプライベートでも仲良すぎたからどんどんおかしくなってってただけだ。違う違う。どういうこと？そうだよ。台本に忠実だな。そう、俺らは台本に忠実やった。カメラが回ってないスタジオの待ってるところとかでずっと二人がお兄ちゃんお兄ちゃんつってイチャイチャしてるだけだから。違う違う、台本通りやったって。いやもう俺ら、じゃあもう二人以外の4人みんなに聞いたら、俺ら4人が二人がイチャイチャしてるのずっと眺めてるって、何回もあったってのはみんな同じ意見だと思うから。ない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 、明らかにプライベートに役が引っ張られてるだけだなんかそれは意識なかったわ。ないわ。思い返すと、そうだよ。だってあなたたち2人ずっと一緒にいたんだから。だってどうでしょう、プライベートは分けてたつもり。全然嘘つけよ分けて長すぎてお前怒られてたんじゃねえちゃんとあのお二人さん GoPro も回していただいてますか？大丈夫ですよ、ちゃんとこちらか。大丈夫ですか？あの、いよいよあの企画の方に行きますけども、よろしいですか？どうぞどうぞ。はい、あの俊二君はまあまあ、あの愛の手とかちゃちゃを入れていただければ。よいしょそれではですね、てっちゃんの方へいろいろとお聞きしていきたいと思います。まずですね、メビウスに出演するきっかけをどうぞ。メビウスに出演するきっかけはオーディションですよね。オーディションですよ。あ、オーディションあったんだ、会員も。あった。みんなやってると思うよ。あ、そうなの。そう。でもなんか、遅かったんじゃなかったから、なんかね。で、このポジションがなんか決まんなかったかなんかで、ね、佐野さんに呼ばれて、とか、そんなんだった気がする。へぇー。え、じゃあもう、てっちゃんは最初からてっちゃんのオーディションってことや。だと思う、うん、もう多分ね、もう未来とかもみんな決まってたし。あ、違う、最後に決まったのってリュウさんなんだっけ。俺。あ、そうだ。だって俺はオーディションじゃないもん。そうか。うん、か俺もオーディションだったよ。あ、じゃあてっちゃんはもうてっちゃんのオーディションだよ。うん、だってジョージは未来のオーディション受けてるよ。あ、そう、言ってたね。いや、でも、あ、そんなことだって俺未来とかジョージの役受ける意味なくない？ない。だからなんかね、ビルトじゃないところ、怪獣倉庫かなんかと違ったのどこなんだろう。え、じゃあてっちゃんはもうてっちゃんの役でよかったね。だって、あ、でもまあしっくりさあ、まあ他にやる役としても
合ってたと思うよ、だから自分的にも。未来でも龍でもジョージでもなくてっちゃんが良かったね。そうだよ、そうだよ。へぇ、こんなは頭からバカ野郎とか言うキャラじゃないじゃん。おい、しまくぞ。いや、しかし何年ぶりですか、これって3人が喋るのだって。何なの、でもその終わった後もみんなで会ったりすることがあったと思うんだよね。ちょろちょろは会ってたと思う、うん、だから多分それが何年前なのか全然わかんないけど、まあでも終わって次の年とか、まあ、1、2年ちゃう、10年はきっと会ってない。俊二とは未来、そう、龍さんは龍さんなんだけど未来だけ俊二で、うん、その後の別の仕事で一緒にやってるから、うんうん、それで多分10年経ってないかなぐらいとは思うんだけど。どうなんですか、俊二くん。お前静止画になってる。あ、声が入ってなかったのか。じゃじゃ、お前マイクオンになってない。俊二、喋ってみて。あ、死んでるね、マイクが死んでるね。映画ね。あ、そう、映画ねって聞こえた。多分それが最後じゃん。多分ね、そうだよね。俺とてっちゃんが初対面ってどこ？メビウスの中でよ。メビウスの中で、うん、どこで撮ったっけ俺ら一番最初。うわ、全然覚えてない。え、どこやろ。最初にやったシーンってどこなんだろう。てっちゃんをスカウトしに行くところが最初。あー、埼玉県川口市のスキップシティでか。え、だからてっちゃんと最初に会ったのってどこやろ。そこ、とこじゃないのかな。スカウトのところか。あのね、あれ、最初の撮影のシーンよりも仁科正樹との初対面の方が強烈で。え、もう多分現場の朝、そのロケバスに龍役の人が来るよってなって、うん、帰ってきた時の感じの悪さが衝撃的で、もう俺ら4人終わったって思った。しばくで、ほんまに。ベンチコートかなんかで入ってきて、まあ多分今後で考えれば二日酔いだったのか何なのか、あとは照れてたのか分かんないけど、うん、あ、おでますってみんな言うて、うんみたいな感じで向けて。それが初対面。うん、初対面、どっかのロケだんだよね。だから多分アジストちゃうか。あ、そうだ、アジストだ。うん、何撮ってたんだろう、分からんねんな。でもアジスタってことはキッチン。そうか、うん、でもそう、アジスタはそこ考えたらやっぱりリクさんと初対面の前に4人、うちら、あの、ジョージ、テッペ、マリナ、好みの4人は結構仲良くなってた感があったっていう記憶があるから。だってあれやろ、アクション言語とかしてるやろ、そっちは。あ、してた。あ、いなかったの。俺だって全然行ってないやつ。だからか、うん、そうかそうか。なのに突然一人で来たあのテンションで対応するってのはどう。てっちゃんと俊二の出会いは、あれ、ちょ、スタント練習違う、スタント。あ、違う、なんか違う、つぶらやであった。つぶらやでうちら4人が決まりましたっつって集められて、そこに映画の撮影が終わったばっかが間抜けてきた俊二が来て、で俊二もめちゃくちゃ初対面感じ悪くて、いいぞいいぞって言ってた、言ってた、言ってた。なんだけどそれは後で聞いたら熱があったんだよね。そう、風邪ひいてたの。そう、それでボロボロの状態で、でも俺がそんなの知らないから年下だとは聞いてたけど、うわ、すげえ感じ悪い、なんかチャラい子が来たんだ。絶望を感じて。で、それを乗り越えた後に仁科正樹がとんでもない感じで来るから、もうなんだこれってな。黒いデッカデカのベンチコートでな。そう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 、でもうボロボロで。そうだよ、そうなのね。じゃあ俊二とてっちゃんはその挨拶が一番最初。そう、
4人はね。そうなの。だってその時元相原龍いたやろ。いた。俺それね、すごいこと言ってる。覚えてないんだけど。お前すごいな。縦稽古もやったじゃん一緒に。俺、その人なんでいなくなったの。